フィアット G50 戦闘機。フィアット G50 は第二次世界大戦直前から第二次世界大戦中にかけてイタリアで生産された全金属製単発単用の単座戦闘機である。G50 の設計は1935年にフィアット社で始まった。翌1936年には空軍からの使用変更命令を受け、同時期に試作機戦闘機の強作を行っていた。 末期者やレチアーネ社より10ヶ月も早く1937年2月に初飛行した。この際パイロットから飛行特性に何りとの報告を受けたが、翌1938年から量産開始され、スペイン内戦で実戦テストされた。ただし、その性能はライバル機とされた MC200 より劣っていた。カウリング形状や開放式コックピットなど、 空気抵抗の多い機体で洗練されたものとは言えなかった。全金属製とは言うものの火事部分は布張りである。エンジンには A74RC38 空冷エンジンを採用し、武装は 12.7mm 機関銃を2丁搭載した。第二次世界大戦初期のイタリア空軍における主力戦闘機のうちの1機であり、地中海やギリシャ方面に展開した。 バトル・オブ・ブリテンにも投入されたが、低速で武装が弱かったため戦果を上げることはできなかった。1941年以降は戦闘機としての任務から外れ、戦闘爆撃機として利用されるようになった。総生産機数は782機で、この中には複雑にした練習機型も含まれている。また35機がフィンランドに売却され、 こちらは1939年12月から1940年6月に、かけ33機を受領し、フィンランド空軍第26戦隊に配備され冬戦争では1機の損失と引き換えに、ソ連機11機を撃墜、継続戦争においては12機の損失に対し88機を撃墜、エースも排出し終戦まで実戦配備についていた。ありがとうございます。